ウーベバインはドイツヘッセン州出身の元サッカー選手。ポジションは MF。ドイツ語の発音ではウーベバインに近い。1980年代中盤から1990年代初頭のドイツを代表する攻撃的 MF の一人。柔らかいボールタッチから相手 DF の裏をつく鋭いスルーパスを繰り出すことが持ち味であった。1978年。 カブリーグのキッカーズオフェンバッハでプロデビューを飾り選手としてのキャリアをスタートさせると、ドイツブンデスリーガの1、FC ケルン、ハンブルガー SV、アイントラハとフランクフルト等の競合クラブを渡り歩いた。ブンデスリーガでは300試合に出場91ゴールを決めている。またフランクフルト所属時の1990の91シーズンは15アシスト。 1991から92シーズンは16アシスト、1992から93シーズンは17アシストと、3シーズン連続、ブンデスリーが最多アシストを記録しただけでなく、キッカー氏の選ぶ年間ベスト11に4、シーズン連続で選出された。1994年からギドブフフバルトと共に、日本の浦和レッドダイヤモンズへ移籍。J リーグ初ゴール。 この時にゴールを決めている。は十一月二日、セカンドステージ第十七節の横浜フリューゲルス戦。翌1九9五年は四月十二日の横浜マリノス戦で二ゴールを決めるなど、三十八試合に出場十八ゴールを決めて、浦和の上位進出に貢献した。特にエースストライカー福田正宏とのコンビは絶妙で、彼がこのシーズンに得点王を獲得できたのは、 バインの正確なキックから放たれたスルーパスによるところが大きかった。J リーグでは通算68試合25ゴールの成績を残した。1997年に浦和を退団しドイツに帰国、晩年はゴブリーグでプレーした。1989年10月4日ワールドカップイタリア大会予選。 フィンランド戦で代表デビューを果たし、1990年のワールドカップイタリア大会に出場、4試合出場1得点の活躍で西ドイツの3度目の世界制覇に貢献した。その後、代表からは外れるが、所属するフランクフルトにおける高パフォーマンスもあって1993年に再び代表に招集された。しかし、 監督のベルティフォックツの信頼を勝ち取ることはできず、1993年9月22日、チュニジア戦を最後に代表を外れ、1994年のワールドカップアメリカ大会のメンバーからは落選した。西ドイツ代表、ドイツ代表では17試合3得点の成績を残した。現役を退いた後は、2005年からは、ブンデスリーが2部に昇格したフルス。 キッカーズ・オフェンバッハのマネージャーとなっている。一方で、自らサッカースクールを創設して、サッカー選手育成に尽力している。ありがとうございます。